おはようございます。こんにちは、こんばんは。文化人法送局スタッフ T です。いつも文化人法送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。派閥の裏金事件めぐり、自民党が安倍派2回派の議員を聴取。3日連続もペース遅く、焦りの色もというふうな記事が出ておりました。 党内の派閥による裏金事件を受け、自民党は今日も安倍派の議員らへの聞き取りを行いますが、思うように進まず、関係者には焦りの色も見えています。昨日は都内のホテルで森山総務会長や小渕選対委員長らが2つのチームに分かれ、弁護士を交えて安倍派議員の聞き取りを行いましたが、今日は都会政調会長らのチームも加わり、3チームで聞き取りを行う予定です。派閥から受け取ったキックバックの金額や使い道のほか、不記載の経緯などについて聞き取りを行う 行いますが2回派の議員と合わせおよそ90人いる対象のうちこれまでに聞き取りが行われたのは20人程度にとどまっているとみられます関係者によりますと当初予定されていたペースでは進んでいないということで明日以降も聞き取りを行いますが週内に取りまとめができるかは微妙な状況ですという風うにこれ今日の朝4時17分段階の記事になりますねで、こちら長尾さんが これは昨日のポストですね。自民党派閥の裏金事件めぐり安倍派の議員の聴取をスタート聴取対象は約90人にという記事を紹介されて善人が悪人を聴取完全に党内分断工作が浸透していますいつクーデターが起きてもおかしくないという声が聞こえてきますというふうに言われていますね小渕さんも過去にねあのドリル優子っていうふうに言われてらっしゃったりとかねなんかこう。 うん、岸田首相が高知会で、ええー、いろんなことがあったり、なんかそういう、な,なんすかね、どっちが善人、どっちが悪人かもわからない状態で、なんかこう、聴取し,してたりとかするじゃないですか。なんか本当おかしな状況だなっていうふうに思うんですけども、長尾さんが善人、悪人を聴取というふうに言われてました、言われて、言われてらっしゃって、で、完全に党内分断工作が浸透していますというふうに言われていまして、党内の、 ねえこう分断が進んでいるような感じがあしますしで、いつクーデターが起きてもおかしくないという声が聞こえていきますとのことですので、自民党の中でもいろんな声が渦巻いていて、ねえまあ、なかなかクーデターって強烈な言葉を使っていらっしゃいますけども、なかなか自民党内も、ね、えぐちゃぐちゃされてるんだなというのがここから読み取れますよね。そしてこちら、杉田水脈議員のポストを紹介されていますが、唐田隆将さんが、国益に忠実な 杉田澪氏の提言が波紋連立解消しても国益を守るべき国民の安全安心命がかかっている公明党を聞いて国益を守るのか国益を損ねて公明党の言うことを聞くのかこれは政治判断総理の覚悟が問われているとというふうに、えー、言われていますよねこちらのポストになります これは防衛装備移転の件で、えー、公明党の連立解消論も紛失というふうな記事を紹介されてこのように岸田、えー、総理に覚悟を迫ってらっしゃるということですよね。 うん、連立解消しても国益を守るべき国民の安全安心命がかかっている公明党を切って国益を守るのか国益を損ねて公明党の言うことを聞くのかこれは政治判断だ岸田総理の覚悟は問われている年末は総理に覚悟を持って公明幹部と話してほしいと要望してきたしかしもうそういう段階ではないしこれまで説得に応じなかった公明党幹部が 折れる可能性はほとんどないとなると次は連立解消してもやりきる覚悟で総理には決断して、えー、決断いただきたい私は比例単独で当選しているので公明党の力は借りていません連立解消についてもはっきり意見を言える立場ですというふうに言われていますねでこの件について唐田さんがこのようにおっしゃっていたと。 自民には骨のある女性議員がいる高市早ない有村春子小野田公杉田美代次の日本を託したい人々というふうにおっしゃっていてエールを送ってらっしゃいますね本当覚悟を持ってこのように、えー、言ってくださっているというのは本当ありがたいし国益を第一に考えてくださっているんだなというふうに改めて感じましたねこの方々にはぜひですねこれからもますます活躍していただきたいなというふうに思っております そしてこちら危険な情報が出てきましたこちらですよね中国尖閣領空で大京渓谷海警機海警船自衛隊機にというふうな記事が出てきたんですよねでこれを紹介されて川田隆昌さんが四国海警局艦船が1月から尖閣周辺の日本領空を飛行する自衛隊機に 領空侵犯の恐れがある直ちに退去しなさいと無線で伝え始めた接続水域より外側の公海上では四国軍と海上自衛隊の艦船が睨み合う事態も昨年の習近平の予告通り尖閣実効支配へ惨めなり岸田洋輿政権というふうに指摘してらっしゃいますね。 いやーこちらですね領有権の主張を強化するよう求めた昨年11月の習近平国家主席の指示を受けた措置と見られるというふうに言われていまして日本政府は警告は断じて受け入れられないとして外交ルートで反論したが公表は見送ったということで書かれていますがめちゃくちゃつばぜり合いが続いててしかももっとこう C 国がどんどんこう中に入ってきてるという感じですよね。 いや本当、岸田政権が弱腰だというふうに声が上がっていますけども、皆さんどうでしょうか。そして、こちら、一方、C 国はなかなかの状態になっています。C 国株の急落で、上海総合指数が防衛ライン2700ポイントを割り込み、底なしの下落へ。C 国市場を見限った富裕層はとっくに日本の不動産へシフトチェンジ。 シ国人によって高騰する日本の高級物件と手も足も出ない日本人、相互主義の概念もなくひたすらシ国人の手助けに邁進してきた日本政界の慣れの果てというふうに指摘してらっしゃいますね。このメイさんのポスト、もうちょっと見ておきましょう。昨日、シ国株全体が急落。これ、いつの、昨日のポストですね。上海総合指数は防衛ラインの2700ポイントを割り込み、500 が5100株以上が下落し阿部休館に1,000銘柄以上が8%以上の急落を見せたために本土ネットは悲しみに包まれネットユーザーは助けてと叫びました最近四国政府が40兆円くらいで四国相場を買い支えると言っていましたが効果はなかったかのようなありさまです四国 A 株全先は幅広く注目され四国全土でホット検索リストに登場しネット民は嘆きましたというふうに言われていますね 助けて A 株市場は狂っている。誰も私たちを助けってくれない。毎日うまくいかない。そこがないんで,ではないか。四国証券監督管理委員会はゴミの塊だ。国への信頼を失った。馬鹿が責任者では辛すぎる。誰が今の状況の責任を取るのか。なぜ私は資本をほぼすべて失ってしまったのだろうか。このままでは中流階級が低所得者層になり、さらには貧困層になるだろうと。 これ以上下げると下げが加速しますね。ずるっと2500ポイント下抜けしてからが地獄の始まりです。かわいそうですが、因果応報、自業自得です。四国政府の株価操作、ポンジスキームのような不動産バブル、創造、他国への必要な影響力工作、独裁国家体制を生かした不正な貿易、 これらの負の部分がブーメランとなって四国経済に帰ってきた結果ですからねというふうにまとめておられて本当にその通りなるほどなというふうに感じましたね。で高橋さんもやっと出た四国広大への生産命令の真相民主的手続きなく疑心暗鬼に世界からの対中投資は激減へ回収対象資産巡り血みどろの争いもということで四国広大の件もなかなかの状態でして。 ね、中国経済もいいいよよというとうころですねで一方対中米中戦争の件ではこのような進展が進展というかこのような形になっているということみたいなんですけども CIA 対中対策予算増の裏スパイモンは大打撃アメリカ政府への情報提供者の拘束処刑で一時壊滅状態再構築に向けた動きかというふうに言われていましてジョ店バイデン アメリカ政権は C 国習近平政権に対する工作活動強化に踏み切ったのか CIA のウィリアム・バーンズ長官が米外交専門誌フォーリン・アフェアーズに寄稿し C 国対策予算を2年間で2倍以上にしたと明らかにした C 国にある CIA のスパイモンは大打撃を受けたとされ再構築に向けた動きの可能性もあるが C 国は猛烈に反発しているというふうに言われていまして ね、で石村義さんは、スパイ網が一網打尽にされ,たされるということはにいる、CIA 内にいる C 国の協力者が情報を提供したのではないかとの指摘がアメリカ保守派から出ている。C 国に対する情報面での締め付けが弱まっているという共和党の攻勢を受けて予算を増やしたのだろうが、C 国情報を分析する人間を増やしただけでは意味がない。米国内の C 国スパイの摘発強化や、C 国で活動するスパイ網を充実に生かさないといけないと話したというふうに言われていまして。 ね C 国では2010年頃からアメリカ政府内政府への情報提供者が続々と拘束処刑されたと言われ CIA による C 国での情報ネットワークが一時壊滅状態に陥ったとされているということなんですけどもなんか最近 C 国があのそういうネットに サイバー攻撃でとんでもないことができるような状況だみたいなことを公表されてたような話があったような気がするんですけども、ね、このように戦いが情報戦争が繰り広げられているということですね。で最後にこちら島井戸内さんが正義の味方にご出演されていたようなんですけども タルタリューショーさんが紹介されています。島田予知によって日本でタブー視されていた核武装論が初めて地上派の正義の見方で放映された。しかも具体的に英国型の4隻の源泉による核抑止体制まで解説。隣国に核保有独裁国を3つも抱え、世界で最も 危険な日日本本平平和和ボケ日本人はととと命を守るるる核抑止力に目覚めることができるのかという,ふうに言われていましていやこれをね島田義さんが地上波の生放送で言っていただけたこと本当にありがたいなと思うしこれを流された正義の味方さんってねいつも,も勉強させていただいてますけども本当改めてすごいなと思いますね香港さんと高橋おじさんが出られてますけども、ね、ここに島田義さんも出られて、ね、素晴らしい番組だなと改めて思いますね皆さん本当にありがとうございますと。 いうふうに思いますし、この核抑止論、核武装論っていうのがね、もっと広まっていけばいいなと、ますます思っております。で、まだまだ、伝える広さっていうのが小さいかもしれませんけども、この、私がこう話しさせてもらっている動画のね、内容も、まだまだ伝わる範囲が小さいかもしれませんけども、これからもコツコツと、ね、 えー、頑張っていきたいなというふうに思います。西村浩平さんなんか50年前からずっとこうやって伝え続けてきたっていうふうにおっしゃって,てやっと広がってきたみたいなふうに、ある番組でおっしゃってて、めちゃくちゃ感動しましたね。いや、本当にそうやってコツコツ続けてこられた方がいたおかげで、こうやって、えー、だんだんと日本も変わってきた部分も広がってるんだなと思いますので、これからもコツコツと続けてまいりたいと思います。皆さんいかがだったでしょうかぜひ皆様のご意見などコメント欄いただけたら幸いです。というわけで、本日もありがとうございました。それではまた。 推進最後はやっぱり癒し系動画で終わりたいと思います本日はこちらダダをこねる息子を冷静にさせる方法が発見されてしまうということで見てみましょう はい。というわけでいかがでしょうか発見 <laughs> されましたね。<laughs> ただ、これ返したら、もう子供も正気に戻るということが分かりましたね。まあ、リスクとしては周りの人がドン引きするっていうすごい状態ですけども。はい。歌となったら、私もやりますというわけで、本日もありがとうございました。それではまた。